ポップス、ロックの歌い方で欠かせないのが、鼻腔共鳴ですね。プロのアーティストっていうのは、こういう感覚では歌ってません。こう、口からガツッと出す感覚ではなくて、ここに、上に響かせる感覚なんですね。なので、発声も、上に響かせますから、お口を閉じてください。うん、お口を閉じて、同じことをやってくださいね。まあ、ちょっと高いかな。男子だとちょっと高いかもしれない。女性はね、ちょうど中間音域のファの音です。お口を閉じて、真似してね。そうすると、今の空気の流れはどこから出てますか？そう、100% 鼻から出てるよね。そう、その時に、この、ちょうどね、このメガネが乗っかってる位置なんだけども、この辺がちょっとブルブル震える感覚をイメージしてください。イメージした方が強いです。ボーカリストっていうのは、イメージがすごく大切です。ですので、この眉間が震えるようなイメージをね、ぜひしてください。それを利用します。こういうイメージですよ。ね、吸って。今みたいに、こう、上でこう伸ばすような感じ。そうすると、こう、声が上になります。意識を上に持っていくことが鼻腔共鳴のコツですね。で、実際には、って音の時にもうこの辺に当ててる感じ。あの、歯の裏あたりに、ね、この震えを利用する。これは必須のテクニックなんで、できるまでね、自分がイメージして感じ取れるまで何回も練習してください。いいかい？これじゃないからね。よし、同じ音でも、こうじゃないからね。あーじゃないからね。あーじゃないからね。これは同じファの音でも、あーこれ鼻腔共鳴じゃないからね。もうちょっと響かせると、あーこういう音になります。できるまで何回も練習してみてください。